私の代より火曜の儀に愛なり候手は、後々までの恥の恥に候ワンや。それについては伊勢始めところは恐縮少なからず、先代の御方々に対し不幸、私一心置くところなきに至り候間、誠に心配つかまつり候。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は日米修好通商条約と将軍軽視問題についてお話ししていきます。前回の動画で日本とアメリカは日米和親条約を結びましたね。しかしこの和親条約では貿易については棚上げされた状態、貿易をしたいと思っていたアメリカとしてはまだ目的を達成していなかったのです。なのでアメリカは通商を行うことを目指して日本に働きかけていきます。それではまず最初にペリーが日本を去ったところからお話を始めていきましょう。ペリーが日本を去った後、続いて日本にやってきたアメリカ人がいました。ハリスです。ハリスは駐日総領事、つまり日本に勤務するアメリカの代表者として日本にやってきたのでした。彼の目的は日本とアメリカの自由な貿易です。新たな条約を結ぶことで日米和親条約で許可されなかった交易を許可してもらおうとしたのです。こうしてハリスは将軍徳川家定との会見を求め、江戸で謁見することに成功し、幕府の人々の前で大演説を行いました。今日本は外交上危機的な状況にある。隣の国の秦を見てみろ。イギリスとフランスから虐げられているではないか。今のうちにアメリカと条約を結んでくれ。そうすればイギリスとフランスがやってきた時にアメリカが日本を守ってやれる。そう主張したのです。そのような話を聞いた幕府の役人は、開国は仕方がないと考えるようになっていきました。こうしてハリスとの交渉の結果、横浜、長崎、函館、神戸、新潟を開港する方向でまとまります。しかしこの時領事をしていた堀田正義は、事前に天皇の承認を得ておきたいとハリスに対してお願いしたのです。こうして堀田正義は天皇の承認をもらうために京都へと向かいます。しかしここで問題が起きました。天皇からの承認がもらえなかったのです。この時の天皇は26歳の孔明天皇。孔明天皇は外国嫌いで有名です。孔明天皇は堀田正義の説明を聞く前から条約に許可を出してくれませんでした。日本は神の国である。国外の勢力に屈して条約を結ぶのは恥である。だから開国はしたくない、そう考えていたのでした。孔明天皇がそう言うのなら仕方ありません。朝廷の意見は打ち払い、つまり戦争も辞さないというスタンスになっていきます。こうなると堀田正義は困ります。まさか承認してくれないと思ってはいなかったので、幕府は条約締結を迫るハリスと承認を出さない朝廷の間で板挟みになってしまったのでした。一方それとは違う方向でもう一つ問題が起こっていました。将軍軽視問題です。この時の将軍は徳川家定。彼は精神的には健常だったのですが、言語や動作に不自由な面があり、後継ぎが生まれる見込みがありませんでした。そんな家定がもし死んでしまったら大変です。ということで後継ぎを決めておこうという話になります。後継ぎ候補は2人です。1人目が当時21歳の一橋慶喜、2人目が当時12歳の徳川慶臣でした。一橋慶喜を将軍にしようとした派閥を一橋派と呼びます。一橋とついていますが、もともと慶喜は水戸徳川家出身です。父は水戸徳川家の徳川斉昭。この斉昭の下で慶喜は成長していきました。幼い頃から賢明な人物として評判だった慶喜は、その後一橋家の養子となり一橋家を相続、英明かつ年長であることから将軍の後継者として注目されるようになります。要するに一橋派は血筋よりも実力を重視したということですね。主なメンバーは親藩戸様大名を中心としており、実の父で前水戸藩主の徳川斉昭を筆頭に、越前藩の松平義長や薩摩藩の島津斉昭、宇和島藩の伊達宗成や土佐藩の山内豊重が挙げられます。一方徳川義富を将軍にしようとした派閥を南紀派と呼びます。紀州藩出身の義富は11代将軍家斉の孫にあたり、将軍家定から見たらいとこです。
血筋として正当なのはこの義富の方で、将軍家定に最も近い血筋を持っている人物でした。要するに南紀派は血筋によって将軍後継者を選ぼうとしたということですね。主なメンバーは譜代大名を中心としており、井伊直弼を筆頭に老中や大奥が挙げられます。このように幕府内部では一橋派と南紀派で後継者争いが行われており、その争いは朝廷にも影響を与えています。一橋派、南紀派ともに朝廷に対して工作を行っていたのです。といっても藩主が直々に朝廷工作を行うなんてことはできません。なので松平義長の手先として橋本早苗が、島津成明の手先として西郷隆盛が朝廷工作を担当していました。他にも一橋派は大奥にも工作を仕掛けており、島津成明の養子となった女性を将軍の結婚相手として送り込み、一橋慶喜を将軍にしてもらおうとしています。この女性が後の天璋院、つまり篤姫です。それでは状況を整理してみましょう。この頃の幕府は対外政策では条約問題、国内政策では将軍軽視問題が同時に起こり、混乱している状況だったということが分かったかと思います。このような非常事態で大老に就任したのが井伊直弼でした。大老というのは老中より上の臨時職、それが置かれること自体が非常事態宣言です。つまり幕府は井伊直弼を大老にすることで日本の非常事態に緊急対応を行ったのです。こうして井伊直弼は条約問題と将軍軽視問題に対応していきます。井伊直弼は南紀派の筆頭だったので、次の将軍は強引に徳川義富に決定。もちろん一橋派の反感を買ってしまいます。次に井伊直弼が取り組んだのが条約問題です。この時の幕府内部の意見としては、条約を結ぶしかないという意見が大多数でした。井伊直弼はなんとか天皇の承認を得たいと考えてギリギリまで粘っていましたが、海外情勢がそれを許しません。というのもこの時清がイギリス・フランス連合軍と戦争になり、またも敗北してしまったからです。敗北した清は天津条約を結ばされて、さらにボロボロになっていきます。この戦争がアロー戦争です。これを見たハリスは、このままだと清に勝利したイギリスとフランスが押し寄せてくる、日本も清のようになっていいのかと、アロー戦争を利用して日本の危機感を煽りました。こうして追い込まれた井伊直弼は天皇の承認のないまま条約に調印、条約問題と将軍軽視問題を終わらせることには成功しますが、後に遺恨を残す結果となったのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして日米修好通商条約が結ばれた影響で、日本は名実ともに開国、大きく変わっていきました。しかし天皇の承認なしで条約を結んだこと、将軍軽視問題で一橋派の反感を買ったことは大きな問題となりました。ということで、次の動画では桜田門外の変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。